財団法人駐車場整備推進機構は、国土交通省所管の財団法人。略称は JPO。約950億円の道路財源等を投入し、全国14カ所に建設した、官営駐車場を管理、運営している。また、駐車場の整備に関連した調査、研究のほか、駐車場に対して行う、日本ベストパーキング賞制度の設置、運営。 駐車場サービス水準チェックリストの策定とそれに、基づき認証を行う、グッドパーキング制度の設置、公表、駐車場に関する図書の発行などを行っている。駐車場に関しては、巨額の税金をつぎ込みながらも利用が低迷していると、される。それにもかかわらず国土交通省 OB ら、常勤役員4人の年収は、契約6500万円に上る。 国土交通省の改革本部によって2009年度までに解散することが決定されている。2004年に新たに設置された表彰制度で駐車場や駐車に関する関心を高め駐車場の質的向上と交通の円滑化につなげることを目的に設けられた。応募対象は駐車場、活動、システム関連の部門がある。駐車場部門は 利便性が高いもの、安全性、セキュリティに優れたもの、環境、省エネに配慮したもの、地域交通に良い効果を発揮しているものを対象に、選考が行われる。活動部門では、路上駐車を減少させたもの、渋滞を解消、交通を円滑化させたもの、駐車場の利用促進に優れたものなどを対象に、選考される。システム、関連部門では、 運営、管理に優れた、利便性を提供する者、利用者にとって快適で、安全、利便性に優れた、駐車場を提供する者、他駐車場、隣接地域との連携を踏まえた総合的な、仕組みづくりに優れた者などが対象となる。賞は、それぞれの部門より最優秀賞、優秀賞、特別賞、選考委員長賞の中から選ばれた。ありがとうございます。